どうも皆さん、ハッタンアミカです。間違えました、すいません。みなとくすみます芸人のガチャガチャのジョージでございます。さあ本日ですね、YouTube なんですけれども、どんな企画をするかと言いますと、ジョージの自宅から難波の吉本漫才劇場までほふく前進で何分で行けるか。違います、そんなしんどい企画はございません。本日、やりたい企画というのはですね、大阪市港区の美味しいものを紹介する港区グルメでございます。よっしゃ。さあ港区グルメということでございまして、本日ですねご紹介するお店はこちらです。でる さあということでね、弁天町から歩いてすぐのところにあります、グリル宮古さんからテイクアウトしてまいりました。本日ですねテイクアウトしてきた品物はこちらでございます。カモン、バン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 、グリル宮古さんのスペシャルランチ。よーということでございまして、グリル宮古さんのスペシャルランチでございます。こちらの方がですね、お値段の方が950円となっております。で商品の内容の方なんですけれども、こちらまずこちらがですねハンバーグですね、ハンバーグ、そしてでっかいでっかいエビフライ、それから、トマトじゃない目玉焼きですね、目玉焼きと、下にねナポリタンですかね、ナポリタン、そして野菜サラダ、ハム、ドレッシングがついております。それではですね早速こちらの方、あ、それからライスもございます。それでは早速こちらの方いただいていきたいと思います。それではいただきます。はい、いただきます。まずですねやっぱりね、このごつごつエビフライからいただきたいと思います。タルタルがついてますね、タルタルにつけて、うわ、うん、衣はしっかりサクサクとしていまして、中のエビがプリンプリン、もうプリンプリン物語みたいです。ほんまにプリンプリンでございます。これは美味しい。はあ、なるほど、まあ、納得ですね。これ次はハンバーグの方行きたいと思います。さあ、うわすごい、見てください、ハンバーグいただきます。あ、ほどける、口の中でホロ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 っとほどけて、プワーンとお肉の香りがする感じですね。なんでしょうか、このハンバーグの味ね、パーいやチーいやグーでございますね。ハンバーグでございます。めちゃくちゃ美味しいです。あと目玉焼きもいただきましょう。わあいいですね、目玉焼き、おお目玉焼き、いただきます。うん、間違いない、間違いないですね。とにかく全てがね美味しいですね、本当に。こちらですねグリル宮古さんですね、テイクアウトのメニューですね、 お店にある商品のメニューは全てテイクアウトできるということでございまして、テイクアウトもできますのでぜひ皆さん行ってみてください。そしてお店でもね食べれますので、ちょっとねお店の混み具合によって並ぶかもしれませんが、よかったらですね皆さん行ってみてください。ということで、ね、まだまだ港区には美味しいお店がいろんなところがあるよと。あでですね、本日ご紹介したスペシャルランチの方なんですけれども、こちらお値段の方なんと950円となっております。かなりお安く美味しく召し上がれると思います。それでですね、皆さんもし港区でですねこんな店があるよとか行ってみてよというお店がありましたら、コメント欄の方に書いていただけましたら私行きたいと思いますので、コメントの方よろしくお願いします。あとですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それからいろんな素敵な場所やところがある港区に皆様おいでなさいまし。